原備新幹線は東日本旅客鉄道の新幹線車両。上越新幹線でジョイフルトレインとして運用された。名前の由来は現代美術の略称原備から。外観デザインは荷川美香が担当し、黒を基調に夏の夜空を彩る長岡の花火を描いていた。内装デザインは JR 東日本建築設計事務所が担当し、 美術館のようにアートが展示された。また、13号車にはカフェコーナーの設備があり、ツバメコーヒーによるコーヒーや10日待ちすこやか、ファクトリーによるスイーツ、アルコールメニューを楽しむことができた。車両は2002年11月18日に申請された E3K0 番台を改造したもの。この改造に伴い、トレイユツバサと同じく700番台へ改版された。 上越新幹線の限定運用となったため、開番日の翌5日付で、秋田車両センターから新潟新幹線車両センターへ転属している。2016年4月29日に運用を開始した。トレイユズバサと同じく土休日を中心に運用された。越後湯沢駅新潟駅間を各駅停車で運転した。 時451-456号の臨時列車として1日3往復で運用、所要時間は約50分。指定席は11号車のみで、12から16号車は自由席となっていた。なお、2016年6月までの運行分については、全車指定席となり、11号車のみ一般発売され、12から16号車は旅行商品として販売された。 2020年12月19日で車両の老朽化に伴い定期運行を終了。翌20日の旅行商品専用列車として、新潟駅越後湯沢駅間を2往復運行し、営業運転を終了した。運用終了後は全車両が解体されたが、車体外反や座席を活用したアーカイブ展示が、越後湯沢、浦佐、長岡、園三条、 新潟の上越新幹線の各駅で行われる予定である。また、ソファや座席プレートをオークション形式で一般に販売することも計画されている。ありがとうございます。